お疲れちゃんさんとスキョースのミラーハッセンド11日目やっていきたいと思います。ということで今日こちらのねランバーロイホグ型でやっていこうかなと思います。まあ、ディガをブーちゃんにしてついでにねユノもランバーに変えましたということで、まあ、前これのバルーン型みたいなのはねやったと思うんですけど、まあ、それのロイホグで今日やりますということで67からですね。まあ、今期はロングシーズンなのであと20日はね余裕なのかわかんないですけども、20日もあるので思った以上にあったな。思ってもうなんか2週間ぐらいしかないと思ってたんですけど、今期そうまだ20日もあるっぽいのでラッキーですね。なんか得した気分だ。今期長いさあ、なので8000目指しつつ、まあいい順位も取れたなーっていう感じかな。さあ今回の相手は墓石の町なので、もうスキラゴレロイラバーもうそんぐらいか。どうするかな。まあ悩むね。なんか墓石相手だとプリン出してもね、どうせラバー合わされてきつくなったりもあるんで、ちょっとブーちゃんで一旦様子見かな。エレキ墓石、いやめっちゃエレキやん。これ何も来なければキング起動できるんですけど、さすがに何も来ないはなさそうでしたね。やばいやばい、変なチョコな変なチョコな、やばい。え、もう終わる、もしかして。お願い、痛いからやめて。ごめんなさい、トリトン来るいいですよね、ロイジェイ。ごめんなさい、しっかりね、相手がロイジェイだった時はもうロイジェイの相棒もうセット、お前いつもやんっていうトリトンが絶対っていうぐらいいるので、あ、相手エレキ型だ、珍しい。そうマジでロイジェイ来たらトリトン来るかなっていうか、もう来るってをね思っといた方がいいですね。そう甘えて、あら、ロイジェイにトリトン来ないのかなというと神タイミングで来ちゃうんで、ね、さあで今回はいやダクプリ特殊っすね。でエレキ8枚踏んでくるかな、これプトンって言って、さあこの踏みは美味しい。で、ランバーでエレキやってくれるみたいな、そんな甘い考えがあります。からの、これ、2周目ブーツですね。なぜならこういうことです。いや、めっちゃ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 いいやん。いや、バカ入るんですけど、だけど聞いてください。守れないです。と思いきや、相手低めのコウモリが絶対きついので、あーもうだから、おっ、もっともっと、たまたまめっちゃいい。ふふふ、たまたまめっちゃいい。いや、めっちゃ頑張ってるユニットが。そうそう、思ってる以上に守れたというか、もうここ守ったので、勝ちっすね。あとはもうプリンプリンして、もうウッド取るね、圏内なので、低めコウモリも相手どうにもできないんでね、これですね。うん。低めコウモリだけちょっと意識して、さあ、トルネードで下げて、ウッドでもしばいて、ウッドとトルネか。おい、なんならこれ、16のウッドで落ちる。133もないっすよね、ウッドって。110何歩か120何歩なので、まあ、16でもないっす。いや、いいよ。いや、なんかね、個人的にこのロイホグがね、まあ、バルーンと張れるぐらいめっちゃ強いですね。やっぱあの、ディガー型がね、一番勝てないっすね。ゴールナイト界になると、まあいいとは思うんですけど、また。やっぱ防衛がめっちゃ疲れるんですよね、あっち。さあよろしく。シーシャって書いてるの名前に。水タバコ吸ってんな君。やろうだやろう。さあユーニーですね、今回ユーノってことは、うん、ヤスケが珍しい。ドリルか、あードリルっすね。これね、動画撮ろうと思ったんですよね、この相手のロケットドリルのウッドもあるんで、まあ、この国はもういないようなもんかな。さあこれ金ギドはできるの、無理やりでもして。でこれバルキリーがいないんですよ。どんなんだったかな、マジで覚えてねえんだけど、バルキリーがいない、まあ、ボンバーがいるあれなんですけど、あ、これロケッティーナー来ないんだ。いや、ロケッティーナー来なかったらでかい、だがしかしみたいなね。全然ダメージ入らんけど、アドは取りました。なのでブー、これさすがにロケのコストね、ないと思うんですけどね。
さあ、ユウのウッド、ファイスピだけど、私のブーちゃんはレベル16なので、まあそこそこに入る、さっさとるよね、と。まあロケですね、今回の相手はマジで。ロケなので、まあ結構なんだろうな、別にプリン後ろからでもいいし、ランバーケツから出してランバーにロケット当てられるのが個人的には嫌かなっていう印象かな。まあこれはもうね、許容ですね、マジで。さあでもブー、生き毒だろ、これ。生き毒、生き毒。いや、めっちゃ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 。やば。マジで、ロヨグー。なんだ？いつか。結構前に強化されてから、やや下方されたものの、もうゴリゴリついね。さあ、これちょっと16レベルお見舞い。いけ。全然だな。まあ、ボンバーとかがね、やっぱ、つらみではあるが、みたいな。さて、後ろからランバーとか出すと、たまたまドリルを拾えたりすることがあるんですけども、さ、ない。相手守ってくるっすね。いや、守ってくるなら、もう俺も全然ウェルカムだけどね。まあ、さすがにこのダメージは、逆転されなさそうで、これマジでね、ほぼ無視でもいいと思うんですよね。なぜなら、キングが起動してて、プリンも残ってるので、さあ、セパリながらの、ゴリゴリ。いやー、これ止まんねえよ。なんか、ズルしてんじゃんぐらい、めっちゃ相性いいわ、俺。さあ、今回の相手はマジで、めんめんできんねやん。流行りのドリルデッキなんだけど、なんだろうな。マジでこの、今テーマ世界1位とか使ってんすよ。ドリル。そう、これだ、これ。これなんで、バカこう書いてんだな。まあ、使うのはむずいけど、使いこなせると、マジ世界トップいけるよね、っちゅうデッキですね。さあ、ハゲすんげえやつきだな。ハゲ野郎です。ゴムノットさん、よろしく。おハゲちゃんね。さあ、ザッピーは、なんだろう、ハゲロイ？ロイジェイかロイホグの2択ぐらいっすね。さあ、クエイク来たので、これキョロイっすね。で、キョロイは、知ってます。コウモリがきついのと、エレスピなんかいい。まだこれがきついんでね。いや、めっちゃいい棒してる、これやばい。え？めっちゃいい防衛されてます。まあでも、まあ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 、言うて、みたいなとこも、多少は、ある。よいしょ。さあで、これプリンセスはもうマジどうでもいいので、姫だろうが関係ないんですよ。あ、待って、爆弾やろ、お前。え？あー、痛すぎる。ガチでやばい。今のはね、結構疑惑だな。で、これ、ハンター痛いなーって思いながら、さあ、ブー。いや、これ、結構入る。結構入ってくんないとやばい。いや、マジで。うわ、痛すぎたー！マジで。爆弾が。強いなー。まあ、でも、全然戦えるなーとは思います。さあ、左プリンの右足けかな。まあ、ロイホグの受けが、キョスケだとね、ある程度やっぱダメージ入ると思うんですよ。で、このプリンに対してクエイクってもプリン残ってるんで、いったらサードになるんですよね。ここ投げてくるか。さあ、LSP クエイクで処理はおしゃれだけど、これ多分落ちたっすね。落ちるんじゃないのか？いやー、14レベルだとその程度か。さあ、これはもう守れないので、ちゃっちゃ逆を降りに行く、めっちゃいい攻め。で、許容。よいしょ。許容しすぎは怖いけど、まあまあまあ。まあまあまあ。いや、これ美味しい。なぜだろう、そこにたまたまランバージャックがいる。そうそうそう。からの、セパレートかな？セパして、ブー2体入るやろ、あれ。あーね、さすがに相手もそれは捨ててくる。まあ、ウッドがね、意外と嫌だったりします。プリン枯れちゃうんでね。
殺傷しながらの、あの子はこっちにね相手してあげて、さあこっちかな。いやーランバーさまよってるけど、いいさまよい。正直エレスピがガチで強い。エレスピ強い。ハンターウッド、さあこれロイジャイの共有もできない。わガチでやばい。トリトン、これはちょっとだけ共有します。いやめっちゃいい共有。レジのレーブいけ。いやマジでハンターとウッドがちょっと強いなこれ。いや今のプリン入ったな、つい。さ逆からのプリンもいる。ちょっといい流れよ。でもさ下げる。いやめっちゃいい、勝ちましたね。本当かそんな勝ちましたね。本当か俺。さあウッドまで合わせちゃおう。いやーめっちゃいい。小森頑張れ。さあプリンプリン、やばい待って、なんで殴ってんの。殴らせるな。殴らせなかったらガチだる。ブブ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 、いけいけ。おいおい、いや名前とはねもう全然違って、プレイバカうまかったっすよ。さあロガーチ到達ナイス。さあまあいい感じではあるね。7000に行きたい。次回7000のためには今日ここでもう2勝ぐらいしたいとこ。さあスケと、あーなるほどね。いやオーブンバカ嫌いなんだよな。使うんだけどね、もう使う側では好きなんだけど、使われるとマジ嫌い負け作の敗北を思い出してしまう。マイティー、いやオーブンマイティーは、あーもうしっかりセットやないかい。マジやだな。あー待ってガチでやだな。本当にやだ。ちょっと待って、嫌すぎて相手のデッキがマジでえぐいって。マジでやばいこれ。結構ね調子乗りライトニングじゃないのか、それは。マジで鬼許容してます今。男の鬼許容で、これ右サイもさらに許容でゴリラします。まあコウモリからの方が良かったかな。ロイフグミラいけたな。さあオーブメガゴ、壊れた時のこのファイスピで、え本気っすかそれ。わあやばい、こういう風にまだ負けんの。なんだろうな、最近なんか地味にですよね、こやこや。ガチで理解はできない。俺も使おうかな。ゴブが置いておくかな。さあ、で、まあ、今回の、まあ、結局一番きついのでも、ママっすね。マザネックママがやっぱ、結構しんどいな。マザネックママ、こんにちは。マイティでした。いや、掘られるな。まあ。いやー、あとは、ライトニング。ライトニングもだし、あの、小屋もね、すげえ嫌だな。これちょっと、きつそう相手。で、コウモリ追加。いやー、なんでそんな守られんの？いや、マジで、めっちゃ意味わかんないけど、すげえ綺麗に守られてる。いやープレイもやつい。いやーコウモリ点滅すればよかった。さあライトニングワンチャンカモン、来ない。冷静だね。いやー思ったよりダメージ取んねえなー。ゴリゴリ、いやー MR これはしゃあない。いやー熱いんじゃないの、熱いんじゃないの。おランバお前どこ行ったんだ。ボケ、もしお前何やってんの。本当にマジで無能すぎるだろう。いや、今のは、本気でランバータワー多分ね、5発ぐらい殴れたんだよね、あの状況。
いや、これ絶対ライトニング中だけやろ。俺がランバードしたら。いやー、ガチか。でもこれなんか、ランロー、コウモリ一人だけでさ、めっちゃきつそうじゃない？ライトニングってさ。いや、めっちゃ熱いんだけど。よしよし。いや、いいよ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 。それよ、それ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 をね、待ってたんだよ。さあ、トルネーで落ちましたね。ウッドも2発かと思ったけど、プリンの範囲もね、入ってるということで、いやー、まあ、ランローコウモリそれだけチンパンでしたね。ネズー！さあまあ3パチですね。6839の3800以下。まあまあまあ。さあよろしく。まあ、アインテのデッキがね、こやこやとかいるかんね。まだわかんないね。さあ、ここはさすがに近畿度。美味しいスケバレですね。ハシマイスケバレとか、ハシマイユーノっていうのは、もうキング起動されるもんだと思ってかないと、その初手でやってはいけないですからね。結局なんだろうな、ケツから出すのがね、まあ安牌なんですよ、キング起動されないから。さあランバー、あー今回の相手はあコカッちゃんだな。まあこれでも鬼強でいいな、キング起動してるんで。ここで起動してブーブーで勝ちやね、多分。いや多分勝ったっすね。まずはまあ1周目がセパブーしてコウモリからやることによって2周目のブーが出せるよねと。からの、いやー、固め出しでいっかなー。なんか、ないよね、だって。熱い、レイジ。あー、デリバリーやんならセパでよかったわ。いや、でも結構入ってんなー、おい、16。一発120ぐらいあったで、今。あのチョコンで。強すぎるだろ。さあ、でまあこれは近畿道してるんでガン無視して端前プリンで削っていくと。まあバレバレなんで、まあなんだろうな、抑えとけば、適当に抑えとけばダメージそんな入らない気がする。でこれはこっちをトルネで引っ張ってしっかりウッドで、でまあ丁寧にね、丁寧すぎるのもあれですけど、まあこれぐらいならばいいでしょう。いやー、これはね、ブー行きたいけどね、スケブーがいるんすよ。自分で言っといてちょっとおもろかったな。そう。だから、一旦端っぷー。あー。キヨが強い。いや、これは、ランの1ですね。さあ、1、3セパー。これは、まあ、右をぶっちゃけ攻めたいんですけど、なんだろうな、左を結構削っとかないと今後怖いかもしれないよねの右サイドも狙っていく。でもこれ別に端前取るねでも何でもいいんですけど、適当に下げておくだけで、まあダメージも入らないので。さからの、いやーマジでそれがな、嫌だよな、大きいな。ランバーがスケブであんま、えありそう。まあ、こっからだな。ダメージを相手でも打っとしかないから、僕があの入れさせなければ負けないっすね。簡単な話。いや、これコウモリもランバのレイジもあるから結構熱い。からのロイホグで行って攻めとるねか。OK。 いい。いや、全然入んねえ。右削りたいけど、思ったより入んないっすね。さあ。ここは、一旦、すべてを我慢。痛いけど、いや、待って、痛すぎる！あ、ガチやばい！最後のような。やばい、マジでやばい。いや、デリウッドか。え？ブー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 キキ。まだね、めっちゃ、いやー、許容したらやべえ、大事故起きた。さあ、いやー、そこ後ろからというかすぐ来ないのうまいね。男の許容、男すぎ。さあブーブーで、いやいい、そこにデリウッド使うとなんで守れるの。ゴルニーか、ゴルニー大佐がいるんだな。
マジやばい、しばい、しばい、ガチやばい、やばい、ほんとにやばい。いった、うわー、待って、全然ダメだ。ああ、ゴルニー、ゴルニーです。あれ？ゴルニーはデリウッド。これあれだな、外野もあったかね。これ多分攻めずに一生守りだったかもしんねえなーっちゅうやつでしたね。デリウッドとインフェルとゴルナイで通りません。ジジー。さあ、だから結局はもうゴルナイゲーでしたね。マジゴルナイが強すぎてやばかったっすわ。本当にゴルナイ12から上げれないんでちょっと辛いですけど、まあ今期まだ長いので、はい、頑張っていきたいと思います。チャンネル登録、高評価もお願いしますと。ご視聴ありがとうございました。お疲れちゃんです。